はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員忽那亮司でございます。和也様、夏美様、山椒のみーちゃん様、ガコちゃん様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただいている方も多くてですね、誠に誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。北山様、香りとココア提督様、売りなら丸なら様、売りなら丸なら丸なら様、黒沢様、猫ヴァンパイア様、平野様、六丸コロコロ様、ポスティングボランティアお申し出ありがとうございます。ハンプチラシ、皆様のおかげで10万枚超えました。都内全域で、まあ、お好きな場所、おかわりくださってる方も、猫ヴァンパイアさんとか平野さんとか、ウリナラマルナマスタムとか、ウリナラマルナマル、どうも言いにくいんですけれども、何度も何度もおかわり、あと1000枚、あと2000枚ということで、おかわり誠に誠にありがとうございます。皆様のおかげで、10万枚超えました。チラシ印刷代っていうのもかかりますんで、まあ、ご支援くださっている皆様、ハンプボランティアの皆様のおかげです。誠にありがとうございます。忽那が参院選に出る予定が知れ渡ってきて、11年前の私の前科でデマを投稿するやつが目立ってきました。11年前ですね、民主党政権時代に、私、旧知の犬のブリーダーさん、50頭ぐらい飼ってる方にですね、自分家の犬に栄養剤打ちたいんでって言って、あ、そうですか、なんですよ。注射器打ったらですね、それを薬事法違反で引っ掛けられまして、私は診療です。診療行為です。って言ったんですけど、いいや、販売だと取り合ってもらえずに、前科ついちゃったんですけども、それをですね、私が直接、違法薬物を売ったであるとか、蔓延に、協力したであるとか、そういうですね、デマを書き込むやつが増えてきました。いい弁護士先生見つけましたんで、適当に複数人を見繕って訴える準備開始しました。これ参院選に間に合うともっといいんだけど、これ、参院選前にね、訴えましたって言ったら、ちょっとあれですよね、控えるのはねえかな、信用毀損、名誉毀損の賠償金ね、払えるやつだったらいいけど、ね、これ何にも持ってないとかですね、本当に何にもないとか、車も持ってない、差し押さえる、もし払えそうなやつだったら、回収屋さんに債権売り飛ばそうと。回収屋さんっていうのはですね、まあ厳密な基準があって、半年間、1円も払ってない債権だったら半額ですねとか、賠償金で例えば200万って判決出たとしますでしょ。で、そいつが払えないやつで半年経っちゃったなんていう場合は、しょうがねえな、1円にもなんねえんだったら、半分でもいいやつって100万円で回収屋さんに債権を売り飛ばします。そうすると債権屋さんは額面200万円の、債権を100万円でゲッツして、まあ、苦労して取り立てるという手間があるんですけどね。回収屋さんってですね、自分が手に負えないってなると、200万円の債権を100万円で買ったけど、これ手に負えねえなってなると、50万でいいや。あーつってですね、さらにハードコアな回収屋さんに売り飛ばすそうであります。で、そのハードコアな回収屋さんは200万円の債権を50万円でゲッツと。で、まあ、取り立てるのが腕の見せ所ですよね。何にもないやつから、どうやって取り立てるのか、知りもしないですけど、知りたくもないんですけどね。ご支援とか、ハンプご協力で応援くださってる皆様のためにも、嘘で選挙妨害するやつをひどい目に合わせますという、ことでね、ちょっともうあれだ、いうことで、大物とか金持ってるやつだといいなって思っております。今から、今日から
豊島区本議会開始いたしました、先ほどまで、言っておりました、癖を投げ出したって言われないように、私何せ敵が多いもんで、ギリギリまで、職務を果たします。先ほどまでやっておりました、肩こって、女性トイレの標識がスカートなのは差別とか言ってる、キチガイどもがいるようです。女性にスカート着用を強要するものだとかなんとか言って、難癖嫌がらせ、した結果ですね、標識がなんだかわけわかんねえものに、パッと見わかんねえものになっちゃったみたいで、男女別トイレになんやかんや難癖つけて社会不安を起こそうとしております。フェミの言うこと聞いて、トイレの男女別、なくなっちゃったら、今度はね、男湯女湯の区別は差別とか言い出すかんね。こいつらは徹底的に、叩いて叩きまくって、それおかしいべ、そういうのはあれだって精神病院で、医者に言ってろみたいな感じにした方がいいと思うんですけれども、女性の安全を守るため、トイレの男女の区別を、維持せよ、堅持せよ、厚労省に意見してくれっていう陳情が出ておりました。ナイスですね。このフェミどもの難癖嫌がらせに危機感感じてる人が、いるってことだよな。ナイスだな。陳情が13件今回は出ておりまして、そのうち5件が豊島区自民党パーケン共用の全容解明を、第三者委員会設置を、区民に説明をみたいな内容でした。これ自民党の議員さんに2人辞職してんですけど、罰金刑20万って決まってね、強要したみたいな感じになりまして、左翼しつこいなぁ、司法でも判決出てて、罰金って決まっちゃってて、党の議員さんたちも辞職してんのに、蹴りがついてんのに、こういうのはいつまでもいつまでも、3年も5年も10年も疑惑が深まったとか言って、あぎもせず騒ぎ続ける構図が、森かけ桜と同じ左翼仕草っていうんですか。今更こんなこと言ってバカと思われないか。もう司法で決着ついて、その議員さんたちも辞めてんのに、こんなことをギャーギャー言っててバカと思われないだろうか、と思わないバカだから声がでかい、バカ最強説。昭和なら通用したかもしれないですけど、ちょびひげ、これ昔ドイツにいた人ですね、賢者は負ける原因を事前にいくつも見つけてしまうので、情熱あるバカに勝てない、バカ最強説に似たことを言っておりますけれども、いくら損害が出ても構わず突っ込むバカに押し切られちゃうっていう話なんでしょうけどね。ただね、今は突っ込むバカが無限にいるならそうなんでしょうけど、情熱あるバカに勝てないんでしょうけど、左翼さん、皆さん高齢化で突撃要因も枯渇気味ではないですか。無限どころか減らしてんじゃね。だからこんなこと言ったらバカに見られるんじゃないかって思わない、恥知らずだから強いっていうのがですね、枯渇してきてですね、来週まで私豊島区議員であります。それまできっちりやり遂げます。議論、食べ放題、男3000円女2000円は差別じゃないか。男がかわいそうに男女同じ料金にすべきじゃないかという議論が2ちゃんに立ち上がっておりました。ネットの反応です。男の方がよく食うからそれ差別だろ、たまにめっちゃ食う女いるよな、心は女です、言うたらどうなるんやろ。本当だね、これどうなんでしょうね。心は女ですとか言っておっさんが、めっちゃ食うおっさんが女性料金にしろとかほざぎ出したらね、えどうなんだろうね。私が店だったらチンコ切り落としてから来いよ。女性料金で食いだけはチンコ切り落として来いよって言っちゃいますけどね。なぜかフェミだんまり、だってフェミだんまり、女優遇は差別になりません。女性の得になることはフェミはだんまりと、レディースセット男も頼めるなら、これ管理職利根川って漫画でですね、すごい大盛りのカツ丼屋さんがありまして、並盛りが
実は他の店の2倍ぐらいで、で利根川間違って大盛り頼んじゃって、それが巨大で、涙目になるって。で横の男、おっさんが食ってんのは実はレディース膳だったっていうですね。普通に見える一人前、普通に見えるカツ丼が実はこの店ではレディース膳だったっていう話がありますけども、どんなサービスも基本女が安いのはなんで、そりゃそうだ、女性は食べないという価値観の押し付けと、試験なんですけど、これを差別っていう男はモテないな多分な、男3000円女性2000円差別だみたいな、モテないなこれ言う男はな、家族4人のお父さんとしてですね、ファミレス行ってみーよ、確実に5000円超えっからさ、自分はサンドイッチかなんかだけしか食ってないのに5000円払ってる、ちょっと飲んだら1万円超えますからね、そういうのになれないと世間のお父さんにはなれないんだぞ本当に下手すとですね、町中華で、それぞれがラーメンと餃子とかラーメンとチャーハンとか食っただけで5000円は超えますもんね。どんなサービスも基本女の方が安い理由なんですけれども、これベイトマンの原理っていうのがありまして、ベイトマンの法則っていうのもありますけれども、ほぼ全ての種において繁殖に多大なエネルギーを費やすメスが貴重である、つまりオスは貴重ではないそういうね、貴重な女性を種として優遇して守るのは、まあ当然なんですよね。あとはこれは私の説なんですけど、男一人、女性99人の村はギリ持ちこたえるかもしれないが、男99人、女一人の村は滅びる。そりゃ滅びますよ。男99人、女一人の村、この世の地獄ですね。おっさんばっかりっていうですね。動画をご覧のエリートさんたちなら、この2つの例だけで、なるほど。女性安くたって別に構わなくないか。主として。っていうふうにご理解いただけると思うんですけれども、フェミが女性が輝ける社会を、自民党もこんなこと言ってますね。もっと働けば男並みにっていうのが、真意なんですけど、自民党はほら、財界の手先、いっぱい寄付もらってますし、して財界はですね、男も女も働かせれば、労働力が豊富になって単価が下がるっていう、腹積もりで、自民党に女も働かせよ。男並みにさ、財務省は財務省で、女の人もフルタイムで働いたらそっちからも税金取れんな、ずるい考えで、財界と財務省の思惑思惑が一致して、自民党のあんまり頭良くない議員を騙しとるっていうわけなんですけれども、それに対してですね、仮にとある男がですね、働くなくてもええで養ったるでって、どっちが女性に優しいかっつう話ですよね。皆さんどっちだと思います？働いても働かなくてもええで、ワイが養ったるでっていう男とよ、働けもっという男、どっちが優しい？日本改革と裏政策、これはチラシに書ききれない部分ですね。専業主婦を選べる強靭な経済を、これだな、これ、誰しもが主婦、専業主婦を選べる、自分が望むなら、働きたい人はもちろん働いても構わない、例えばね、せっかく苦労して資格取ったような女性は、それね、使って働きたいだろうからね、例えば弁護士とか医者とかね、これだなっていう感じになります。本物の戦争難民、ウクライナ人女性20代に取材と称して関係を迫った鬼畜 TBS 社員の続報であります。滝沢ガレソさん、これは難民サポーターで、活躍行動されている方、先日拡散された TBS 男性社員が取材対象であるウクライナ人避難民女性に性交渉かっこしかも賛否を持ちかけたという前代未聞の噂ですが、
調査の結果事実でした。経緯をまとめました。 TBS より何のリアクションも確認できなかった場合、王氏の実名を公開予定です。まあ TBS 社員、弱った難民女性にを毒ガニかけようとしたクズのTBS 社員王氏っていうみたいですね。王さんって言ったら王しかねえよね。始まり K さんっつったらかきくけこいずれかですからね。そういう名前なんでしょうきっと。状況整理です。複数回接触していた TBS の王を信用していたウクライナ難民女性が渋谷のバーに呼び出される。王に呼び出されのこのこと出ていくと言ったら王しかおらず不審に思う。王がスマホの音声翻訳アプリでこれからホテルに行かないか知人も呼ぶから 3P を持ちかける、スマホの翻訳アプリ音声翻訳アプリの本来の使い方はそうではないからなこの野郎っていう感じでありますけれども、上手に使いこなしやがってなもん悪知恵ばっか働いてって思いますけれども、難民女性バーから走って逃走、支援サポーターのガレソさんに相談という状況だったみたいであります。ネットの反応です。国辱、国際的恥、普通に国際問題じゃん。 TBS はだんまり決め込むのか。報道特集で特集しろ。クズさ極まる、控えめに言って人間のクズ。フェミさんたち出番ですぜ。戦争難民に記者が立場を利用して性交渉を持ちかけるなんて前代未聞。証言されたらこの社員は終わりだな。日本政府の対応によっては国際問題。どうやって女性のせいにするか。 TBS で会議中、示談にしようと必死に動いてそう。弱り切った弱者を搾取するとか。実名報道と顔写真の公開を求める。難民に取材だから完全に報道局の人間だな。 TBS の報道局、何人ぐらいいんだろうね TBS の報道局ってね。まあいても数十人ぐらいだと思いますけれども、他のテレビ局も全力スルーか。そういえば全然ね話題になってませんけど、試験ですけど、いきなり初手から 3P 狙いとはボラなまねじゃなかった、サバなまねをしやがって、とんだ変態さんですね。かなりの変態ですねこの毒ザレ TBS 報道局社員はよ。一番気持ち悪いことを言ったやつ優勝の優勝候補だなこれ。すごい変態だな。ウクライナ大使館も事実を把握しているが、他の難民への影響を考えて行動に移していないだそうであります。まあ恐怖を与えるからね、毒ガニかけられちまう、ホイホイついてたら、みたいな恐怖パニックになっちゃったら大変だから、当然ウクライナ大使館は外務省にも相談してるよね。外務省の行動遺憾では国威に傷つく国辱であります。BBC や FOX ニュースや CNN や APF やロイターにね、日本人の男は弱り切った難民女性につけ込む最低最悪のドブイガの匂いがするカブチャの腐ったような人間のクズって報道されちったらどうすんだって話。徹底的に外務省は調査してですね、実は日本人じゃありませんでしたって、なるとええですな。もしくは日本人でしたけれども、こんな最低なやつは外務省としても処分いたしました、皆様ご迷惑をおかけしました、きちんと素直に謝ってしまうであるとか、下手に隠蔽しようとすればバレた時の傷深いですもんね。フェミ同士に通達、ウクライナ女性をやろうとした TBS 社員は同胞であるので攻撃対象ではない、繰り返す、同胞であるので攻撃対象ではないって通達があったんじゃないかって思えるぐらいフェミだんまりであります。まあフェミの目的は別に女性が生きやすい世の中にするわけじゃなくて、男女平等にしたいわけでもなくて、社会不安を
起こすために活動しておりますから、まあこういうところで属性がバレんだよな。他のテレビ局もたんまり決め込んでますね。めくれてないだけで、TBS だけじゃなくて、富士も、テレ朝も、NHK も、こんなことをやってっかもしんないですね、実は。やってたとしても、私全然驚かない。全く驚かない。むしろ、やってなかったんだ、他のとこは。って、ぐらいしか思えません。テレビ局ね、日本人、それぞれ2、3人ぐらいしかおりませんのでね、今のテレ、日本のテレビ局は、全部、日本人数えるほどしかいない。まあ前は一人もいないって言ってたんですけれども、日本人の社員の方、発見してしまったんで、それを言わずに、数人しかいないっていうふうに変えました。とにかくまあこの問題ですね、外務省はきちんと対処しないと、日本人、日本国、我々の顔に泥ついちまうから、きちんとやってくいよ、いう感じであります。というわけで、メール党員様、チラシ頒布ボランティア様、ポスティング、ついでにご支援もよろしくお願いいたします。デトックスジャパン。